こんにちは。北九州市です。この動画では、我が家の防災対策について解説をしていきます。防災ガイドブック32ページを参照してください。こちらでは、皆さんも一緒にチェックをしていきましょう。まずは、家の中の安全対策についてです。家の中に避難場所としての安全な空間はあるでしょうか？部屋がいくつもある場合は、人の出入りが少ない部屋に家具をまとめておく。無理な場合は、少しでも安全なスペースができるように家具の配置替えを行ってください。次に、家具の転倒を防ぐ。家具と壁や柱の間に遊びがありますと倒れやすくなりますので、家具の下に小さな板などを差し込んで、壁や柱に寄りかかるように固定してください。また、金具や固定器具を使って転倒防止策を万全にしてください。次に、安全に避難するため、出入り口や通路に物を置かないようにしてください。玄関などの出入り口までの通路に、家具など倒れやすいものを置かない。また、玄関にいろいろなものを置きますと、いざという時に出入り口を塞いでしまうこともあります。次に、急な停電時の対応策を知っておいてください。事前にブレーカーの位置を確認しておき、スマートフォンのライトや懐中電灯を活用できるよう準備しておいてください。寝室には転倒の可能性のある家具を置かないようにしてください。就寝中に地震に襲われますと、家具などの下敷きになる恐れがありますので、大変危険です。皆さんは何個チェックがついたでしょうか？次に、家の周囲の安全対策についてチェックをしていきます。まず、屋根ですが、不安定な屋根のアンテナや屋根瓦はありませんでしょうか？もしありましたら補強をお願いします。次に、プロパンガスですが、ボンベを鎖で固定しておいてください。次に、ブロック塀や門柱ですが、このようなブロック塀、門柱、皆さんのご自宅の周囲にありませんでしょうか？土の中にしっかりとした基礎部分がないもの、鉄筋が入っていないものは大変危険ですので、補強をお願いします。また、ひび割れや鉄筋の錆がある場合も補修をお願いします。次に窓ガラスですが、万が一窓が割れた場合、窓ガラスが飛散し、負傷する恐れがありますので、飛散防止フィルムを貼るようにしてください。次にベランダですが、落下する危険がある場所には何も置かないようにしてください。日頃から植木鉢などを整理整頓してください。皆さんは何個チェックがついたでしょうか？こちらのチェックポイントにはありませんが、ご自宅の裏に擁壁等の崖がある方は、北九州市のホームページに掲載しております宅地防災のポイントを参照し、擁壁等の崖についてチェックをお願いいたします。なぜこのようなお願いをするかと言いますと、令和2年2月に伊豆市の方で突然擁壁が崩落し、死亡事故が発生しています。皆さんもご注意ください。最後に、北九州市には現在多くの空き家が点在しています。空き家を所有、管理される方は、こちらについてもチェックをお願いします。以上で我が家の防災対策について解説を終わります。ありがとうございました。